日本は決勝トーナメント進出を決めたけどさ、気が早いようだけど決勝トーナメントではどこと当たるのかしら。最終戦前に知っておくといいかもな。今回は日本は決勝トーナメントでどこと当たるの？についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。これを知るとイスラエル戦より楽しめるわよね。早速見ていきましょう。パリ五輪サッカー男子は27日、1次リーグ第2戦が各地で行われ、白星発進した D 組の日本はマリに 2-1 と勝利。開幕2連勝で2大会連続の1次リーグ突破が決定。8月2日の決勝トーナメント初戦では C 組の優勝候補スペイン、エジプト、ドミニカのいずれかと対戦することになった。決勝トーナメント初戦ではグループ C とやることになる。パッと見の印象だけどさ、やっぱりスペインは避けたいかもね。より上に行きたいとなるとエジプトかドミニカ共和国の方がやりやすそう。韓国の件もあるし、あんまりどこがいいとかは話さない方がいいかもだけど、パッと見の印象だとそうだよな。現在グループ C はどんな状況なの？日本が決勝トーナメント初戦で対戦することになる C 組ではスペインがドミニカを 3-1 で下し、開幕2連勝で決勝トーナメント進出決定。一方、初出場のウズベキスタンはエジプトに 0-1 と敗れ開幕2連敗で1次リーグ敗退決定。スペインが勝ち点6で首位、エジプトが勝ち点4で2位、ドミニカが勝ち点1で3位、ウズベキスタンが勝ち点0の4位。決勝トーナメント進出残り1枠をかけエジプトは30日にスペインと、ドミニカはウズベキスタンと対戦する。アジアカップから明暗分かれた感じだな。日本はもし準優勝だったらこのグループだった。どっちも厳しいグループだとは思ってたけど、あんなに強かったウズベキスタンが現在勝ち点0で敗退。恐ろしいな。アジアカップ優勝してよかったな。順当に行けばスペインが首位通過を決めそうだが、第3戦のエジプト戦では決勝トーナメントを見据え大幅なターンオーバーをして主力を休ませる可能性もある。もしスペインが敗れればエジプトが勝ち点7で首位通過、スペインは2位で決勝トーナメントに進むことになる。スペインは突破決めていて、もう一枠はエジプトが濃厚な感じ？正直そんな感じだ。スペインは負けさえしなければ首位通過。エジプトは引き分け以上で突破が決まり、勝利した場合のみ首位通過できる。ドミニカ共和国は勝ち点1で得失点差でもマイナス2だから現実的に厳しいと思う。なるほど。この時点でスペインかエジプトの2択って感じなのね。しかも直接対決とは熱いな。日本の方も一応確認していこう。D 組では勝ち点6とした日本を抜く可能性があるのは、勝ち点3の同組2位パラグアイのみ。30日の1次リーグ最終戦は日本がイスラエルと、パラグアイがマリと対戦する。今大会の順位決定方法では、勝ち点の次にグループリーグ全体の得失点差、続いて総得点が優先される。そのため日本は初戦パラグアイ戦5-0勝利したことで得失点差6。一方、パラグアイは得失点差3と大きな差があり、日本の首位通過は濃厚となっている。こうして振り返ると初戦で大勝したの大きかったわね。もうこれ事実上首位通過が確定してるようなものだもんね。日本が大量失点で負け、パラグアイが大量得点で勝つしか順位入れ替わる要素がない。現実にそんなことあったら不正を間違いなく疑われるだろうな。日本はイスラエル、パラグアイはマリでそれは絶対ないでしょうね。ということで変な話、日本の試合はそんな気にしなくてもいい部分はある。それよりも決勝トーナメントに向けて選手の温存できるかとかそっち注目してみてた方がいい。そうね。対戦相手という観点で言えばグループ C の結果だけ気にすればいいわね。決勝トーナメント初戦でスペインを回避することができるかは C 組スペイン・エジプト戦の結果が大きく影響してくる状況だ。また、各組同時刻キックオフとなる1次リーグ最終戦の開始時間は D 組が最後、日本時間30日28時予定、となっており、日本はスペイン戦の結果を知った状態でイスラエル戦に臨むことになる。この点もかなりいいよな。そうだけどさ、ってことは日本戦よりも先にスペイン対エジプトがあるわけよね。寝る時間なくなるんじゃ。そして肝心のスペイン・エジプト戦は日本時間30日22時キックオフ予定。スペインは引き分け以上で首位通過決定へ。敗れれば2位通過となる。果たして日本の決勝トーナメント初戦の対戦相手がどこに決まるのか注目が集まる。もちろんスペイン対エジプトはリアルタイム編集で試合直後に投稿予定だぜ。でも22時なら日本の試合まで仮眠できるわね。不幸中の幸いだわ。ああよかった。大変だけど地獄は免れた感じ。でもさ、中途半端に時間が空くのもそれはそれでなんか疲れるよな。どうせなら連続のが楽な気が。まあ贅沢は言えないわよね。毎日ではないし、この期間だけは頑張りましょうや。だな。ってことで今のうちにチャンネル登録して待っててくれ。日本戦まで寝ない勢は暇つぶしになるだろうし、いつでもスペイン対エジプトは見れるからな。スペインはローテーションの可能性もあるし、読めない試合になりそうだな。楽しみ。てかさ、最近男女ともにスペインと縁ありすぎて笑う。確かにね。東京オリンピックでもやったし、フル代表でもやったし女子もワールドカップとオリンピック。不思議な縁やな。まあ今回スペインが2位通過になればの話だけど、どうなるか。しかも男女ともに1勝1敗。直近だとな。スペインに1勝1敗は強豪で草。てことで重要なのはスペイン対エジプト。みんなの反応も見ていこう。目標金メダルを公言してるんだから、トーナメントではどの国が相手でも気合を入れて頑張るのみ。どの道日本は次のイスラエルで10例くらいで負けないと2位通過にはならないんだから、それをやってしまえば八百長チームと言われてしまうよ。ターンオーバーしてもしっかりと3連勝で他の国に日本強しを見せつける方が得策だと思うけどね。そうよね。どこ来ても楽しみだわ。どこがいいとかって絶対フラグだもん。結局やってみないとわからないんだよな。アジアカップもだし、ワールドカップだってそうだ。普通に考えればやはりスペインは避けたいよな。日本の首位通過は堅いだろうから、日本と当たるかどうかはスペイン次第と言っていいかも。となれば最終戦は全力でスペイン応援。にしても、今の段階では何とも言えないところもあるが、下馬評通りならフランス、スペイン、アルゼンチンあたりがベスト4に入ってきそう。メダル獲得するためにはその一角を崩すしかないのだから、かなり困難なミッションであることには間違いないんだよな。そういえば日本の試合ばっかり気にしてたけど、波乱はなさそうな感じだな。唯一波乱がありそうなのはグループ B くらいじゃないかな。ここは全チーム勝ち点3で得失点差もかなり近いから最後までわからん。確かアルゼンチン、ウクライナ、モロッコ、イラクだったわよね。場合によってはアルゼンチンの敗退もあり得る。最終戦ウクライナだしな。しかし全チーム勝ち点3か。ここも面白そう。日本は前評判高くなかっただろう。忘れてはいけない。これまでのダブル杯での決勝トーナメント進出で浮かれすぎて初戦で敗戦し続けていることを。イスラエル戦は、主力を温存し、ベスト8での戦いに全てをかければいいよ。相手がどこになろうが関係ない気持ちでいった方が結果オーライになりやすい。変な計算はいらんよ。準々決勝で勝てば、五輪で6試合戦えるんで、U23 世代だけで戦える6試合の意味合いも大きい。海外は割と評価高くて、日本での評価が低いって感じだったな。なんとも日本らしくて草。やっぱりこの世代は経験が大事だよな。決勝トーナメントに進んだ影響は大きい。日本はもうほぼグループリーグ1位決まりだから、相手次第になるスペインが露骨に手を抜かなければスペイン戦は回避できそう。ベスト4で当たりそうなアルゼンチン、アメリカも勝てない相手じゃない。メダルがうっすら見えてきてる。親善試合でフランス、グループステージで南米予選首位通過のパラグアイ、そしてマリとやってるからね。それに比べたら絶対勝てないって相手はほぼないでしょうね。どこが相手でも可能性がある。スペインとやりゃいいじゃん。自分らの実力がわかるし、勝てないって決まったわけでもないしね。良いプレイすればオファー来るかも。まあでも結論、日本に選択しないんだけどね。それな。まあ日本としてはイスラエル戦を有効活用するだけだ。スペイン対エジプトの結果もわかってるから、より明確に何をすべきかわかってるだろうし。こうやって余裕でいられるのもグループステージ突破を無事決められたからね。イスラエル戦を有効活用して決勝トーナメントスペインでもどこでも来やがれ。みんなはどこと当たると予想する？高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてくれ。オリンピックはエンド画面からいける再生リストが便利。それではまた次回。戦うよ。私はこれからようやく仮眠を取ります。それからまた投稿すると思う。それでは一旦おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。ああはいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。